ラリー・マクボイ・ラリー・マクボイは、ビットムーバーの CEO。この会社は、2002年2月から2005年初頭まで、リナックスカーネルのソースコードを管理するバージョン、管理システムとして用いられていた、ビットキーパーを開発した。マクボイは、ウィスコンシン大学マディソン校から、計算機科学の学士号を1985年に、修士号を1987年にそれぞれ授与、されている。 その後、3マイクロシステムズ、シリコングラフィックス、グーグルに雇用されていた経歴があり、雇用主の開発する様々なユニックスオペレーティングシステムの性能向上などに携わった。3に勤務中、チームウェアというピアツーピア SCM システムに取り組み、これがその後にビットキーパーの基礎となった。マクボイが Linux カーネルに初めて関わったのはバージョン点九七の頃で、 ルーメンベンチカーネルベンチマークの開発を行った。ルーメンベンチは2009年までカールスタイリンによりメンテナンスされた。彼はビットキーパーソース管理システムも開発し、リナックスの開発プロセスに組み込まれたが、マクボイとリナックス開発コミュニティの一部との対立を契機として Git の開発が開始され、2005年からリナックスカーネルのソース管理システムとして使われるようになった。 3にて勤務中の1990年代初め、マクボイとユニックスコミュニティの中心メンバーは3の機関ユニックス製品だったサノスをオープンソース化し、マイクロソフトの新オペレーティングシステム Windows NT との競争を終わらせるよう要求した。この提案が受け入れられていれば、Linux がバージョン1.0に到達する前にコピーレフト版、サノスが作成されていたことになる。 ありがとうございます。